けど取らなきゃ。そうだそうだ、最後はね、綺麗な質問で終わりにしましょうかね。こっち来いですか。よし、はい、いい家で、ほい。はい、しますよ、これで。ガチ恋する要素あった？いや、あったでしょ。すごい暇に真剣に考えてたよ、デート。デートについて。この後にアンケート取るの。ま、あれ？減ってね？減ってねえか？ちょっと、この笑顔に免じて、どうにかなりませんか？この笑顔に免じて、どうにかなりませんか？優しいです、ひまり。すごいいい子です。減った、減った。ちょっと待って。じゃあ、これで。これでどうですか？普段は一番なんだけどな。拗ねた、トーヤが拗ねちゃった。ちょっと待って、あれ減ってない？あれカラオケ、みんなカラオケ行っちゃった。人の画像にこびる。いいじゃん、だってひまりの女なんだから、ひまりの女なんだからいいじゃん。あれ、家60%になっちゃった。そんな先週やればよかった。先週のタワクのアントニーやればよかった。配信社長の匂いで締めたくないので、ラテアートライブラリのお三方でちゃんと作ったのを写真スライド動画を YouTube にアップしてます。ロリアンのラテアートで検索してみてください。巧妙なステマが入った。サビでも投票してよ。ラッツー、ラッツー、おめえみてえなのがさ。でもさ、でも実質一人なんだろ。複雑だよ。複雑だよ。ごめん、幼女戦なので17歳は対象外。お前にも振られるんか。お前にも振られるんか。じゃあ何だったんだよ、さっきのウェディングドレスは。なんでこんなめんどくさい女出しをしてるんだろうと思いながらカラオケに送られました。ひまりちゃん好き。なんだ、めんどくさいとか言わないで、言わないで、やだ、ちゃんと押してよ。ひまりが一番ですよ。ポッコリお腹なのに。ポッコリお腹はね、愛が詰まってんだよ。バファリンと一緒や。え、待って、もう増えない？もう結構みんな投票してるじゃん。41%で残りの 1% どっか消えた。減っちゃった、2割も減っちゃった。原因なんだと思う？ひまりちゃんは2番だな。コビが足りない。なんだこいつ。なんだこいつ、腹立ってきた。あたい許せへん。あたい許せへんわ。ああ、ちゃんと押して1番だと思ってるのは俺だけか。ひまりちゃんもらえますね。社長に流れた、もしかして 1% 社長に流れたか。